はい、どこまでしてくんないんだ。じゃこんにちは。なんかブツブツ言ってるけど、いやいや、野球の話が好きだと思うね。豊さんとね、だってもう初回からずっと過去の話じゃないですか。思い出に浸りながら、手探りで思い出しながらずっと喋ってるって、こういう機会がないとしないなと思って、まあ、掘り起こしはしないだろうね、なかなかね、しない記憶ので結構ね、ああこういうこともあったな、ああいうこともあったなって思い出して、うん、なんかやっぱり野球の話っていいな。まあそれも僕が野球選手目指してプロ野球選手になれたから今こういう話ができてるんだなっていう。でもプライベートでも野球見てる今？あんまり見ないですね。あんまり見ない、あんまり見ないですね。それなぜ？時間がない？いやそんなことないです、時間はあります、うん、なんかがないんですけど、野球見ると豊さんもちょっと分かってくると思うんですけど、疲れる。疲れる。疲れないですか？あのね、あのね、テレビで見ると疲れんのよ。仕事だと、仕事だと見るよやっぱり。でしょ、うん、でもプライベートで見ても疲れるでしょ。ちょっと寝る時あるね。うん、俺ね疲れちゃう。だから、あ、でも疲れちゃうっていうのは入っていくからじゃない、うん、入っていくからだから疲れるんでしょ。そう、うん、面白くないから疲れちゃうんじゃなくて入っていくから。そう、さっきここ来る前に YouTube で菅野が甲子園球場でね3球ねストライクボールに取られて怒ったっていうシーン見てたのよ、うん、俺もブチ切れたもん。だからあれストライクなのに、俺菅野よくあそこで自分で立て直したなと、自分のマインドコントロールできたなと。あれ3球ともストライクですよ、 YouTube 出てたの見たら。でそんな感じで見てるから疲れんのよこれを3時間見てると。あ、そうだよ。そうで3時間ってまた長いじゃない。そうだからね、逆にこんなこと言っちゃいけないんだけど、メジャー見てる。メジャーの方がちょっと距離感があるし、うん、戦略戦術っていうのはあんまり考えなくてもいいもんね。考えてないもん、あの人、うん、あなたたちが考えてないから、うん、だから楽に見れるし、大谷が打った打たない、あの160キロ投げた投げないっていうだけでなんかこう見てられるから、メジャーとは BS の方見てるかな、うん、日本のプロ野球でも日本のプロ野球全然知らないわけじゃないじゃない、まあ、もちろん見ることは見ますよ。たまに、まあ、江川さんのファンとかあったでしょ、はいはい、他になんか気になる選手っていうのはいたの？いや、それは僕はピッチャーになろうと思ってたんだけども、ある時肘ぶっ壊してピッチャー断念した時から江川さんの憧れは残ってるけど、バッターの方の憧れが今度出てくるわけで、やっぱり原さんと落合さんですよ、右バッターだから。で右バッター最強は落合さんでしょ、うん、僕はどう考えても落合さんだ、うん、で落合さんに弟子入りしたっていう時もあったし、うん、で原さんへの憧れもあったし、やっぱかっこいいしね、やっぱ原さんと落合さんかなっていうのありましたね。落合さんのサイバービジョンなんて VHS で僕未だに持ってる。たまに見ますよ。ああそう。VH で。ああそう。はい。ロッテ時代。じゃあ最近見たい選手っていうのは？最近。あ、これ生で見てみたいなっていうのは。いや、だからやっぱりさっき言った阪神の佐藤は見たい。あと広島の森下すごいと思った。いや彼のストレートいいなと思って。いやすごいよ。すごくない？すごい。だから監督してって、うん、最後にマックス出すんだ。そう、江川さん級だ。そうなの。ちょっと江川さんを感じたんで、あ、森下君見たいなと思った今は。あとはやっぱりマーク戻ってきたから、マークまた見たいなとか。じゃあ野球選手トータル的に考えて、はい、誰のファン？トータルで考えて誰のファン？昔の人も含めて。含めて江川さんかな。そこ答え違うな。俺は俺江川さんなんですよね。いや、そりゃ長嶋茂雄でしょう。いや、それは親父だけどね。いや、それは俺は、その答えは俺は言えない答えだ。言えないってわけじゃないけど、うん、あ、それを言うんだったらごめんなさい。何？王さんです。やっぱり憧れ、やっぱ僕王さんです。王さんと長嶋さんって対比された人たちじゃない？ライバル視された。そうですね。そのライバル相手に対してやっぱ憧れたの？憧れは憧れでずっとあったんですけど、大好きになったのはやっぱり僕は野球やめて、なんとなく、まあ、自分もそれなりに大人としての、まあ、分別がついてきた、まあ、だいぶ遅いんだけどね今55なんですけど、うん、っていう時に王さんの凄さって改めて感じるんですよ。僕実は去年あることでちょっと王さんと電話で話したんですよ、うん、でもドキドキしちゃって。ドキドキすることある？ドキドキすんの。王さんと話せる、うん、うちの事務所にかかってきたんですよ、うん、でマネージャーが向こうからかかってきた。かかってきた、うん、あることで、で一茂君いるみたいな、すごい気さくな感じで電話来ましたよ。で一茂さんの、あの
携帯も教えておきました、うん、え俺かかってくるのかなみたいな感じで、で僕は実は王さんと、王さんがソフトバンクの監督の時に後楽園ドームでのホテルでお会いしたこともあって、まあ、ある名を授かって行ったことがあるんですけど、うん、まあ、ちょっとそれは言えないので僕は言いませんが、その時実は王さんとあの電話番号のやり取りしてるんです交換、うんうん、で僕は王さんのメモリーずっと持ってるんですよ、うん、で電話がかかってきて王さんって出るわけです、王貞治って出るわけです、もうドキドキしちゃって、その時に王さんと、まあ、ちょっと何言ったかもよくも覚えてないんですけども、謝っちゃって、とにかく嬉しくて、まあそれ去年の話ですよ、うん、やっぱりすごいな王さんはって本当に思いましたね、うん、なんかこう言葉から出る優しさとか、うん、器量の大きさとか、うん、あんまり言いたくないんですけど怒られちゃうから、名球会ってあるじゃないですか、うん、で名球会ってまあいろんな方いらっしゃいますよね、うん、豊さんもご存知のように、ね、まあ、そんな中やっぱ王さんだけ卓越していろんな意味で尊敬できる部分がたくさんある、まあ、正直言って名球会ちょっとこう野球やってなかったらやばいなって人も多いじゃないですかはっきり言って、まあ確かにちょっとまあ誰とは言いませんけども、まあね、僕は、うん、いるじゃないですかはっきり言って、いや相当いると思うんですよ僕、うん、いるよね豊さんね、いるね危ないなっていう人はね、野球やってなかったらまずかったなっていう人 いましたよね、野球が救ったみたいなね、でしょ、うん、王さんそういう人と対局じゃないですか、でしょ、うん、だからやっぱりじゃあもう総じて野球界の中で後にも先にもって言ったらもう王さん、そうね、人間的に、うん、で江川さんが憧れ、江川さんのそっちの側面って僕お会いしてないから分かんないんです、うん、王さんは野球辞めてから実は何度かはお会いしてるんです、で王さんのインタビューを番組でやらせていただいたこともあるし、やっぱりカメラが回ってない前後で人間性ってやっぱ出るんですよ、だから今何を話してるかって言うと人間性の話をしてるんですね、で王さんのその人間性に僕は憧れるし、あこういう方がで例えばオリンピックの組織委員会とかも入られてるし、こういう方がやっぱりどんどん野球だけじゃなくて日本のスポーツ界とかもどん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 、まあ、盛り上げていってほしいっていうと、まあ、ちょっと、まあ、落とし落としなのでね、うん、そこはあんまり言うとあれなんだけど、こういう方が代表になったらいいなって僕ずっと思ってた、まあ、トップに立ってほしいよね、うん、できればコミュニケーションになってほしいもん、いや絶対そうなんだけど、なんでなんないのかなって、まあね、逆に不思議でしょうがないし、いやだってもう少なくとも野球界の代表者で王さんいなきゃダメじゃないですか、なんでかなっていうのも、まあ、僕はよく分かんないんですけども、まあ、本人の生き様なのか生き方なのかポリシーなのか分かんないですけど、まあ、そこはあれですけど、でもお父さんが元気だったらね、そういうポジションについてたかも分かんないよね、オリンピックの後に、ああなるほどね、うん、そうかも分かんないですけども、まあ、でも僕個人的にはやっぱりじゃあそうなるとやっぱ王さんの方だと僕は思いますね、そうね、代表としてはそう、はい、やっぱりいろんなところを統合すると、うん、僕は思いますね、江川さんはだからお会いしたことないんで、あんまり終わってからは何回かはお食事誘われて行ったことありますけども、それ以来あんまりないので、江川さんの本当の本心とか人間的な部分というのはあんまり見えてなくて、うん、もうあくまでももうホップする球、うん、特にオールスターの8奪三振あれのイメージだけですね、うん、でもそのイメージだけでもいいのかなっていう気はしますね、うん、まあ、まあ、あんまり深く知るとそうイメージが崩れる時もあるかもわからない、そうなんですよね、うん、まあ人間って誰でも多重人格だし、それは表裏一体というか表も裏もみんな持ってて人間っていう手を成してるわけだから、いろいろあっていいんですけども、江川さんとはね、うん、一緒に公演やんの、トークショーみたいな形で、すごくやっぱ頭の切れる人だし、ですよね、うん、面白い人ですよね、でもまあいい人だよね江川さんね、うん、やっぱりね、あれお年はどれ江川さんのですか、俺が1年の4年、あ本当ですか、大学だった、あそうですか、うん、そうですか、そうか、じゃあ最後の質問、はい、息子から見て、うん、長嶋茂雄はかっこいいですか、あそうですね、やっぱり野球人として見るともう雲の上の人だしスーパースターだしかっこいいですね、あえて野球人としてっていう前置き作らせていただいたんで、そこはちょっとその後の話は、まあ、ちょっと YouTube ご覧になってる方は
うまくさせていただけたらなと思います。わかりました、はい、なかなかありがとうございます。いや、とんでもないです。いや、長々っていうか、なんかもう終わっちゃったの。いや、じゃあ今度さ、また遊びに来てください。あ、全然、あの野球の話をもっとしましょう。はい、はい、本当です ね。僕もだから、じゃあ今年は野球、プロ野球もちょっと、いや、ちょっと見といてよ、うん、あれ誰だったっけって言ったら困るから。本当ですね、うん、やっぱり俺も高明さんみたいに野球解説できると思うんだけど、いやいや、できると思う。仕事全然ないんだよね、そういうのな。ここでやろうかな。あ、ここでね。ここで野球解説やりますか。YouTube ライブっていうのがあって。え、そんなのやってるんですか。うん、あの映像見ながらこう解説を聞かすっていうのはある。そっちの方がいいですよ。俺過去の話あんまりすると疲れちゃう。まあそうだよね。もう何回もしてるもんね。何回もしてるし、自分でちょっと飽きてきちゃう部分もあるよ。申し訳ないですけど。分かった分かった、うん、かじゃあ今度、ね、本当にあの時間が合えば YouTube ライブやる、ね、そういうのもいいですね。いや、解説、ね、これ独特な解説になると思うけど、俺も解説できるんだっていうところをね、うん、ちょっとアピールしておかないとね。これ若い子たちももちろん YouTube だから見るわけですよね。もちろんもちろん。で、俺が野球の話しだすと、なんかもうみんななんかね、誰もとにかく僕に引きが来ないから。よしよし。そうでもないよね、豊さんね。俺ちょっと喋れるよね。やっぱりね、いろんな角度から見れる人っていうのは、そうですね。だからもう凝り固まってる人っているから、うん、じゃなくていろんな角度から見れるでしょ。僕自慢じゃないですか。この間ジャイアンツ広島デーゲーム、土曜日か日曜日の試合で、岡本が初ホームラン、はいはいはい、打った前が、あいつサードゴロ打ったんですよ、うんうん、シュート引っ掛けて、うんうん、でも僕その時の打ち方が、その時見てたんです、家ですごく良かったんで、俺女房に次ホームラン打つよって言ったんです、うん、当たりました。僕予想屋なんです結構、うん、いや、解説は予想が面白いから、はい、で僕の予想多分他の解説者よりよっぽど当たる。よし。じゃあぜひぜひ頼むよ。本当に間違いなく張本さんよりは上。勝つ。ありがとうございます。